本当美味しかったわ。学校の帰り道に食べるたい焼きってなんであんなに美味しいのかしら。もう明日も食べちゃおうっと。明日はクリームにしよっかな。それともやっぱりあんこかな。ブーケちゃん、なんで、なんでジュン君と一緒にいるの。なんで、あの二人もしかして付き合ってる。付き合ってる。まさか、まさかそんなはずないわよね。ただ偶然一緒に歩いてるだけだよね。まさか、まさかね。はい、じゃあこれで今日の授業終わります。皆さん気をつけて帰るのよ。じゃあね。よし、やっと放課後だな。貨物、部活に行こうぜ。あ、ちょっと待ってよ。置いていかないでよ。じゅんくん、待ってよ。ねえ、ちょっと、ブーケ。ねえ、ちょっと、ブーケったら。ねえ。なに？どうしたのよ、ゆきみ。ブーケ、あなた、昨日じゅんくんと歩いてなかった？いや、歩いてないよ。歩いてないよ。ちょっと、何嘘ついてんのよ。私、見たんだからね。昨日、あなたとじゅんくんが仲良さそうに歩いてるところ、見たんだからね。ああ、ごめん、ゆきみ。許してよ。許してよ。やっぱり。もう、私がじゅんくんのこと好きなの知ってたでしょ。なのに、なんで？なんでなのよ。だって、ゆきみ、好きだ好きだとか言ってるけど、全然告白とかしないじゃん。私だって、じゅんくんのこと好きだったんだからね。ちょっと、デートするぐらいいいじゃん。ずるい、ずるいよ、ブーケ。だって、告白とかできるわけないじゃん。目が合ったら、緊張しちゃうんだし、できるわけないじゃん。もう、ゆきみは、もうちょっと恋愛した方がいいと思うよ。男の子と緊張して喋れないなんてもったいないわよ。もう誰でもいいから付き合っちゃいなさいよ。誰でも？誰でも？そうよ。ちょっとは男の子になれなきゃね。例えば、保つとか、保つとかいいんじゃない？保つ？保つ？いや、意外と似合うと思うんだよね。どう？付き合ってみなよ。ねえ、付き合ってみなよ。おい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 、なんで私が保つと付き合わなきゃいけないのよ。ブーケ、ちょっと笑っちゃってんじゃん。笑っちゃってんじゃん。絶対お似合いだって。キャハハハ、絶対お似合いだって。やめてよ、もう。あんなもみあげゴリラと付き合うわけないでしょ。もう、やめてよ。はぁ、はぁ、寝坊しちゃった。早く行かなきゃ。今日、掃除当番だった。はぁ、はぁ、あ、ゆきみ、おはよう、おはよう。あ、ブーケ、おはよう。私、ちょっと急いでるんだ。今日、掃除当番だったから、急いでるんだ。じゃあ、また後でね。じゃあね。はぁ、はぁ、おはよう。ごめんごめん、掃除当番、遅れちゃった。ごめん。あ、おはよう。大丈夫だよ。全部やっといたよ。もう終わったよ。ああ、タモツくんも掃除当番だったの？ごめんね。じゃあ、片付けは私がしとくね。ごめんね。おはよう、みんな、おはよう。ん？あら。今日の掃除当番、ゆきみとタモツだったの？お似合いじゃん。お似合いじゃん。はあ？ちょっと、ブーケ、何言ってんのよ。何言ってんのよ。いやあ、なんか、お似合いだなぁと思って、お似合いだなって思っただけだよ。ちょっと、ブーケ、もう、朝から意味わ
わかんないこと言わないでよ。もうちょっとブーケー、どうにかしてよ。あなたが変なこと言うから。貨物のやつ授業中私の方ずっと見てるじゃん。もういいじゃん、いいじゃん、別に雪見も見てあげればいいじゃん。キャハハハ。もうブーケったら人事だと思って。もうもう私が好きなのはジュンくんなんだからね。貨物なんか全然タイプじゃないんだから。もうなんか今日は疲れちゃった。もう寝よっと。むにゃむにゃ、貨物なんかやだ、貨物なんか絶対やだ。むにゃむにゃ、スピースピー。わー、おはよう。あら、ゆきみ、おはよう。なんか眠そうだね。ちょっとブーケのせいよ。ブーケが変なこと言うから昨日貨物のことが気になって寝れなかったじゃない。もう、あら、ゆきみ、それが恋っていうのよ。あなた恋しちゃってるじゃない。え、恋恋。今頃貨物くん何してるかな。いや全然好きじゃないからどうでもいいんだけど、何してるかな。おい、そこのお嬢さん。ん？お嬢さん、わしにはわかるぞ。お主恋をしておるじゃろう。してませんけど。適当なこと言わないでください。全然してませんけど。ごまかしたってわしにはわかるぞ。ほら、このお守り買っていかんかね。好きな人の名前を紙に書いてこの中に入れておくと願いが叶うんじゃ。どうじゃ、500円でいいぞ。500円か。じゃあちょっと買ってみようかな。毎度あり。ねえねえ、ブーケってお守りとかおまじないとか信じる？私昨日お守り買っちゃったんだ。いいことあるかな、あるかな。ちょっと。ん？ゆきみちゃん、ちょっと話があるんだ。体育館の裏に来てもらってもいいかな、いいかな。話？なーに？もしかして早速お守りが効いたのかも、効いたのかも。ねえ、なーに？話ってなーに？ゆきみちゃん、よかったら僕と付き合ってください、付き合ってください。そんな、貨物くん、私でよかったら、私でよかったら。本当？やったー、やったー。貨物くん、ゆきみちゃん。よし、じゃあ一旦教室に戻ろっか。うん。音？なんか音したよ、貨物くん。皆さん、お分かりいただけたであろうか。お分かりいただく前にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ちょっと、貨物くん、何そのお守り、何なの？何でもないよ、何でもないよ。中に、ゆきみちゃんって書いた紙とか入れてないよ、絶対入れてないよ。私が貨物くんのこと好きになるなんて、おかしいと思ったのよね、おかしいと思ったのよね。もう